ロシア国防省はウクライナでの損失・隠蔽プリゴジン氏が非難ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏は22日、ウクライナでの戦闘におけるロシア側の損失や失敗について国防省がプーチン大統領と国民に嘘をついていると非難したロシア国防省は軍事作戦の効率を高めるためとして ワグネルのような志願兵文献隊に対し月末までに同省と契約するよう求めているがプリゴジン氏は拒否しているプリゴジン氏は音声メッセージでショイグ国防省とゲラシモフ軍参謀総長が戦線での非常に深刻な損失をプーチン大統領に隠していると非難すべてのことがすべての人に隠されている ロシアはある日目覚めて、併合したクリミアがウクライナの手に渡ったことを知るだろう、などと述べた。ロシア国民を欺いており、このままではロシアという最も重要なものを失ってしまうとも語った。国防省は現時点でプリゴジン氏の非難に反応していない。ウクライナ、クリミア半島と結ぶ橋を攻撃か。 A 長距離ミサイルを使用とロシアウクライナ南部ヘルソン州とクリミア半島を結ぶチョンハルバシが22日ミサイル攻撃を受けたロシアはウクライナがイギリスから供与された長距離ミサイルを使って攻撃したとしているチョンハルバシは並行する2本の橋からなるロシアが任命したヘルソン州トップのウラジミール・サルド氏によると 日本とも損傷傷したた負傷者はいなかったサルド氏はイギリスがウクライナに供与した長距離巡航ミサイルストームシャドウがイギリス政府の命令による攻撃に使われた可能性が高いと述べたチョンハルバ氏はクリミア半島からウクライナ本土南部の前線への最短ルートロシア占領下の都市メリトポリへと続く重要な連絡路でもある。メリトポリは今月初めに ザポリッチャ州で始まったウクライナの反転攻勢の標的の一つだと考えられているサルド氏が投稿した複数の画像では2本の橋の片方にぽっかりと穴が開いていることがわかる同氏はすぐに修復作業が行われ車両は一時的に別のルートを通ることになるとしているロシアに任命されたヘルソン州の別の当局者は修復作業は数週間かかる可能性があるとしている ウクライナ軍のナタリア・フメニューク報道官はウクライナの国営テレビで自分の狙いはロシアの補給路の寸断だと述べたウクライナ軍情報当局のアンドリー・ユソフ氏はさらなる攻撃が続くだろうと述べたクリミア半島からの補給路ウクライナはこれまでもロシア占領地にある橋を攻撃しているサッカーには ロシアがクリミア半島から物資を運んでくるのを阻止するため、ドニプロ川を渡るための主要な経路であるアントニフスキー橋を繰り返し攻撃した。昨年10月にはクリミア半島とロシアの間のケルチ海峡に架か,かるケルチ橋が死者も出た攻撃で数週間にわたり機能停止に追い込まれた。ウラジーミル・プーチン大統領はこの攻撃をテロ行為だと非難した。 ケルチバ氏は現在も全面通行は可能になっていないサルド氏は今回の攻撃を受けウクライナと隣国モルドバとルーマニアを結ぶ橋を標的に報復を行うと警告している北大西洋条約機構 NATO 加盟国であるルーマニアとモルドバはサルド氏の発言は容認できないと反発している 戦況はウクライナによる南部と東部での反転攻勢は知事として進んでいない同国はこれまでに南部ザポリッチャ州と東部ドネツク州で8つの村を取り戻したとしている今月上旬にヘルソン州のロシア支配地域にあるカホフカ水力発電所のダムが決壊したことで反転攻勢はより困難な状況に陥っているダムの下流地域は洪水に見舞われ ドニプロ川を渡るのもはるかに難しくなった数十人が死亡し農場が破壊され水の供給にも影響が出ているダムの決壊はロシアの破壊工作だとの見方があるロシア軍はウクライナのウォルディミル・ゼレンスキー大統領の故郷クリビーリフの住宅地や南部のオデーサ港を含むウクライナの都市を夜間に狙い続けているゼレンスキー氏は22日 ロシアが昨年の侵攻開始直後に占拠した欧州最大のザポリッチャ原発に対するテロ攻撃のシナリオを用意しているとの情報を諜報機関が入手したと述べた同氏は放射能に国境はないと警告したロシア政府は即座にゼレンスキー氏の発言に反応しまた嘘をついていると一蹴したザポリッチャ原発にある原子炉は6基すべてが停止されている しかし国際原子力機関 IAEA、e、は21日同原発の安全性をめぐる状況は極めて脆弱だと警告した原子炉の冷却に使用する水路の水位はカホフカダムが破壊されて以来低下しているウクライナの犯行が報じられる中 IAEA、e、は原発周辺はますます緊張が高まっているとしている 側近からら偽情報だらけ。裸の王様、プーチン大統領防戦一方のロシア軍実態と異なる戦果周囲から誇張された情報が上申化。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の裸の王様ぶりが目立ってきているウクライナの反転攻勢に対し防戦一方のロシア軍だが大統領が強調する戦果は 実態と大きく異なると指摘され周囲から実態を誇張した情報が上進されているとの観測も根強い情報操作に長けているロシアだがプーチン氏自身も偽情報に踊らされているのかプーチン氏は21日モスクワにある軍大学校の卒業生を前に演説したそこで国営テレビの質問にウクライナの犯行は昇降状態だと答え 我々の兵士は245両の敵戦車と約678両の多様なタイプの装甲車両を撃破したと語ったこれに対しロシア独立系メディアメドゥーザはウクライナ軍の旅団には245両もの戦車はないといぶかしんだのだプーチン氏は16日にはサンクトペテルブルクで開かれた会合の会合での講演で ウクライナの首都キーウ近郊にある米軍供与の地対空ミサイルシステムパトリオットを五機破壊したと述べたと複数のメディアが報じたただウクライナに配備されているのは二機とされており何を意味しているのか明らかではない十七日付メドゥーザというウクライナのゼレンスキー大統領に至っては十八日にパトリオットは一つも破壊されていないと発信した 筑波大学の中村逸郎名誉教授はプーチン氏はロシア軍の現状に苛立っており側近たちは真実を伝えて攻撃されることを恐れているのではないかと指摘するフェイク情報に踊らされているのはプーチン氏自身の情報管理にも問題がありそうだ中村氏はハッキングや情報漏洩を恐れネットにもアクセスせず携帯電話も持っていないと言われる 情報報は国営第一チャンネルかかか側近の報告から得るしかないいよううだというプーチン氏に正確な情報が届いていないという疑念は以前からあり官僚や新興財閥、オリガルヒ治安当局などの秘密を暴くテレグラムチャンネルでも告発された4日の投稿ではプーチン氏は戦争の実情を伝えられるといらつき西側のプロパガンダと見なすという関係者の話を伝えた。 悪いニュースを聞きたがらないため成功を報告した人だけが大統領に常にアクセスできるとも暴露したプーチン氏の裸の王様ぶりは西側諸国でも分析されてきた AP 通信は3月米情報当局の話としてプーチン氏はウクライナでのロシア軍の不審について顧問から誤った情報を得ていると報じた経済制裁でどれほど疲弊しているかについても惑わされているという。 電波の届かないいところにいるプーチン氏今後も情報環境が改善される見通しは薄いという前出の中村氏は秋の統一地方選や来年の大統領選を控えロシア国内は政治の季節に入る政権内部でも偽情報でプーチン氏の指導力を低下させて後継を狙う人も現れかねないとの見方を示した。